ここは樋口が運んで樋口のシュート、追加点が入りました。34分トス、樋口が突き刺しました。先制はサガン鳥栖になっています。そのアディショナルタイムに入っていきます。まもなくアディショナルタイムは2分です。さあただここ樋口、見事なゴールネットを揺らしました。樋口の強烈なミドルで3対1。中野が空いている、そこを使うダイレクトの折り返し、遠いサイド、ヘディングシュート、樋口で4点目。そして樋口、ワンツーで樋口抜けてきた、樋口戻して小山津、そして坂井、坂井小山津だ、向かい強い、入れ替わります。小山津、柔らかいボール、林後ろ、仙道ナイスタッチ、仙道使ったぞ、樋口のシュート、